はい。えー、こちらですね。我が家の分電盤なんですけど、ここをちょっと見てもらえばわかるんですけど、2個、ブレーカーに導線差し込んでるじゃないですか。で、こういう風に分岐させてると。まあ、これ見ると、あれ、ブレーカーに導線2個差し込むの、OK なのかなと思いますよね。だってこれ、プロにやってもらった工事ですからね。まあ、これで特に問題なく、 使えてるんで,でちゃんとブレーカーも作動してるからまあ大丈夫なのかなと思います今回はブレーカーに2本挿しで分電盤作ってみようと思いますでねいろいろ試したんですよあのやっぱり2本挿しするなら同じ太さの導線を刺さなきゃいけないとでこっち2.6でこっち2.0なんですけどもこれをね同時に刺すとぐらぐらつくんですよちょっとやってみるか これをね、こんな感じでネジ緩めて刺します一応入るには入るじゃないですかで締めますそうするとねちょっとぐらつきがほら出るんですよやっぱり銅線の太さが違うからしっかり締まらないんですよねでこれが えっとこれ2.6こっちも2.6って同じ2.6の太さをこんな感じで入れてみますそうするとしっかりあれなんですよね固定されるとだから 2.6mm の導線でこう渡り線でやっていこうかなと思います これ電気工事士の試験の時に使った被覆向きなんですけどもこれね2 0ミリまでしか対応してないんで今回ちょっと電光ナイフで被覆を向いていこうと思います電光ナイフもねやっぱり時間はかかるけども万能だから1本持っとけばねいざという時に使えますよね そうしましたら被覆を剥いていてきますなんかプロの電気屋の人から聞いたんですけどもこの鉛筆削り向きが一番導線を傷つきにくいから、まあ、事故につながりにくいって言ってたんですよねその他にもなんかこうぐるーってこれ何て言うのこのこういう風にこうやって剥くやつあるじゃないですか。 これはあんまりおすすめしないって言ってたんで今回鉛筆削りり向きでやりますこう曲げていくと。 こんな感じになるんですね難しいよねこの長さ合わせって はいえーできましたはい、えー、こんな感じで完成しましたまあいい感じにできたんじゃないかなと思うんですけどもでもやっぱりちょっと未だに気になるのがこれですよねこれやっぱり2本指ししていいものかっていうね以上うちの分電盤は2本指ししてやってたんでプロがそういう工事してたから大丈夫なのかなと思って僕も真似てやってみたんですけども 一応コメント欄でもこういうふうに2本差しして渡り線で作ってみてはどうかっていうコメントがあったんですよね。まあだからそんな感じでやってみました。他にも色々コメントいただいて、まあ昨日の一つの案としてこ,ここのブレーカーに挿す専用端子っていうのがあって、その端子に分岐させる どうせんをまとめて圧着してやったらどうかっていう話をしたんだけども,も、端子がちょっとでかいサイズしかないと。もうちょっと小さいサイズの端子があればいいなってぼやいたんですよ。そしたら、ホームセンターに行ったら小さいサイズ売ってるよっていうコメントがあったんで、今日試しに行ってみたんだけども、売ってなかったっすね。あの一応ね、こういう丸型圧着端子っていうのはいろんなサイズ売ってるんですよ。でもこの、 ブレーカーに挿す CB 型っていう端子は売ってなくてまあ仮に小さいサイズが売ってたとしても今度はその専用の圧着工具が必要なんですよね2.0の単線を4つまとめて圧着するってことはまあ14スクエアを圧着できる工具が必要だとまあこういう赤い絵の圧着工具が必要なんですけども僕が持ってるのね 8スクエアまでなんですよね。で、もうワンランク、でかいサイズ圧着できるやつを買わなきゃいけなくなってきて、これ結構ね、高いんだよね、買うと。でもしかしたら、こう、油圧式のを買わなきゃいけないことになるかもしれないんで、たらで、ね、もとんでもない値段になるから。まあ、どっちにしろね、あの、工具を新しく買うっていうんだったら、 新品の分電板買った方がいいっすよね。まあ、今回はこんな感じで渡り線でやってみたんですけども、まあこれちょっとまずいよ。渡り線やっぱり良くないよっていうね、なんか詳しい人がいたら教えてください。な、なんで渡り線がダメなのかっていうのを書いていただければ非常に参考になります。